黒沢明は日本の映画監督、脚本家。第二次世界大戦後の日本映画を代表する映画監督であり、国際的にも有名で影響力のある映画監督の一人とみなされている。ダイナミックな映像表現、劇的な物語構成、ヒューマニズムを基調とした主題で知られる。生涯で30本の監督作品を発表したが、 そのうち16本で俳優の三船敏郎とコンビを組んだ。青年時代は画家を志望していたが、1936年に PCL 映画製作所に入社し、山本果次郎監督の助監督や脚本家を務めた後、1943年に姿三四郎で監督デビューした。酔いどれ天使とのライヌで日本映画の騎手として注目された後、羅モンで、 ベネツヤ国際映画最近、死死章を受賞し、日本映画が国際的に認知されるきっかけを作った。その後、生きる七人の侍、洋人坊などが高い評価を受け、海外では黒沢作品のリメイクが作られた。九百七十年代以降は、国内で制作資金を調達するのが難しくなるが、海外資本でデルスーザーラ、影武者、ラン、夢を作り、 国内外で多くの映画賞を受けた。1985年に映画人初の文化勲章を受賞し、1990年にはアカデミー名誉賞を受賞した。没後、映画監督初の国民に栄誉賞が贈られた。老いたち、編集1910年3月23日、東京府江原郡大井町の父が勤めていた、江原中学校の職員社宅に、父、イサムと、 母、島の四男四女の末っ子として生まれた。慶氏は、重世、正康、忠康、春世、種大、百大、日の江馬である。島は、大阪の商家の出身だった。イサムは、秋田県仙北郡豊川村の氏族の家の出身で、陸軍と山学校の教官を務めた後、1891年の日本体育会の創立と共に養殖につき、 日本体育会体操学校と併設のエ原中学校に勤務していた。イサムは厳格な父親だったが、当時は教育上、好ましくないと思われていた映画に理解があり、進んで家族を連れて映画見物に出かけた。黒沢は連続活劇やウィリアム・ s ハート主演の西部劇をよく見ていたという。1915年に南高縄幼稚園に入園し、 翌1916年に南高縄神上小学校に入学した。しかし、1917年にイサムが日本体育会を退職したため、職員社宅を退去して小石川国西江戸川町に転居し、黒田神上小学校に転入した。当時の黒沢は知能的に遅れていて、泣き虫のいじめられっ子だったという。そんな、 黒沢の成長を助けたのが担任の立川誠二で生徒の自由な発想を大事にするという斬新な教育方法で黒沢の才能を見出した。立川はズバの時間で好きな絵を自由に描かせ、黒沢が描いた絵が個性的すぎてみんなが笑う中、立川はその絵をとても褒めた。それ以来黒沢は絵を描くことが好きになり、同時に学校の成績も伸び、 やがて急調にもなった。小学校5年の時には剣道を習い始め、高野タスクサブ三郎の道場に通うも三日坊主で終わり、自信もなくして放棄した。立川と共に、黒沢の成長を助けたのが、旧友の植草慶之助と四つ上の兄の日の江馬で、ある。植草は黒沢よりも泣き虫で、自分を客観的に見つめさせる存在だったという。日の馬は秀才だが気が激しく、 自滅的な行動や皮肉めいたところが多かったが、軟弱な黒沢をしごき、黒沢の自立心を目覚めさせた。関東大震災の時には、日の絵馬は黒沢を壊滅した町に連れて行き、無数の死骸の山を見せつけて、恐ろしさを克服することを教えた。顔面な遠征感を持つ日の絵馬は、黒沢にとって、反面教師的な存在となり、人生の否定的な面や歩いてはならない面を見よ 持って教えてくれ。黒沢作品の強い人生工程を特徴とする作風に影響を与えた。1922年、黒田小学校を主席で卒業し、卒業式では壮大として当時を読んだ。東京府立第四中学校を受験するも失敗し、経過中学校に入学した。中学時代は読書に打ち込み、ドストエフスキー、トルストイ、 ツルゲーネフなどのロシア文学に熱中したほか、夏目漱石、日口一葉、国北ドッポなどの日本文学もたくさん読み、黒沢の人間形成に大きな影響を与えた。黒沢は作文で才能を示すようになり、1924年に自然を描写した作文、レンゲの舞踏が学友会誌に掲載されると、国語教育では名の知れた小原要一先生から、 経過中学創立以来の名文と褒められた。1926年にも同志に作文、ある手紙が掲載された。中学時代は、神楽坂にある洋画専門館の牛込館に通って、たくさんの外国映画を見ていたが、その中でも、アベルガンス監督の鉄路の白柄は黒沢が映画監督を志すのに大きな影響を与えた。画家時代、編集黒沢は、 中学在学中に画家を志し、小林一万我主催の同州者用画研究所に通った。1927年に経過中学校を卒業し、東京美術学校の受験に失敗すると川端画学校に通い、1928年に油絵、生物が第15回日課展に入選した。1929年には造形美術研究所に通い、 日本プロレタリア美術家同盟に参加し、洋画家の岡本陶器に絵を学んだ。同年12月の第2回プロレタリア美術大展覧会では5つの政治色の強い作品を出品し、1930年の第3回プロレタリア美術大展覧会では、ハンポスターを出品して関係に撤回された。そのうち政治的主張を未消化のまま絵にすることに、 疑問を感じ、絵を描く熱意を失っていった。同年に徴兵検査を受け、父の教え子である徴兵司令官の行為で、兵役免除となり、終戦まで徴兵されることはなかった。やがて非合法活動に身を投じ、無産者新聞の下部組織で該当連絡員をした。黒沢が非合法活動に参加したのは、日本の社会に万全たる不満と嫌悪を感じ、ただそれに反抗するためで、 自ら共産主義者を名乗ったこともなければ、マルクス主義を深く学んで実践する政治的人間になる気もなかった。やがて弾圧が激しくなり、運動費も届かない窮乏生活の中で高熱を出して倒れ、仲間との連絡が途絶えたのを機に、1932年春までに非合法活動から身を引いた。その後は、日の絵馬が住む神楽坂の長屋に騒動し、映画や寄せに熱中した。 日の夜馬は、田貞秋の名で、活動弁士となり、若手心身の洋画説明者として、人気を集めていたが、トーキーの普及で弁士の廃業が、相次ぎ弁士のストライキで葬儀委員長として戦うも、敗北し、1933年7月に、伊豆湯ヶ島温泉の旅館で愛人と服読自殺を、遂げた。その4ヶ月後には、長兄の正康も病死し、 残された男子である黒沢が後取りとなった。1934年に一家は恵比寿に転居し、黒沢は雑誌の差し絵を描くアルバイトなどをして、生計を立てた。助監督時代、編集、山本果次郎監督。1936年、どこかで就職しなければならないと思っていた黒沢は、たまたま新聞記事で見た。 pcl 映画製作所の助監督募集に応募した。最初の試験は、日本映画の根本的欠陥を例示し具体的にその、強制方法を述べよという小論文で、黒沢は根本的欠陥は強制しようがないと回答し、それで試験を通過して、最終面接まで残った。同社は原則として、大学卒を採用するつもりだったが、 黒沢の絵や文学に対する理解と再起に注目した山本果次郎の推薦により、学歴は旧正中学だけながら例外として合格となり、同年4月に入社した。助監督入社の同期には関川秀夫と丸山誠二がいた。最初の仕事は、矢倉茂雄監督の少女花園のサード助監督だったが、この作品一本で仕事が嫌になり、 退社を考えるも同僚の説得で思いとどまった。その次に参加した江ノ県の千万長者から山本のサード助監督を務めた。山本組での仕事は楽しく充実したものであり、黒沢は映画監督こそが自分のやりたい仕事だと決心した。山本組の助監督仲間には谷口千吉と本大志郎がおり、黒沢は二人の家に居候することもあった。 1937年に山本組の制作主任をしていた谷口が本社移動になり、黒沢が新たに山本組の制作主任についた。助監督育成に力を入れる山本の下で、黒沢は脚本執筆からフィルム編集、エキストラ、ロケーションの会計までも担当し、映画作りで大切なことを学んだ。面倒見の良い山本は自分の作品を犠牲にして、 黒沢たち B 班が撮影したフィルムを採用し上映された完成作品を見ながらアドバイスをした。黒沢はそんな山本を最良の師と仰いだ。山本監督の馬では B 班監督と編集を務めた。黒沢は他の仕事で忙しい山本から演出のほとんどを任され監督昇進への踏み台とした。この馬の東北地方でのロケーション撮影を通して 黒沢主演の高峰秀子との間に恋が芽生えた。しかし、馬が公開された後に二人の結婚話が新聞沙汰になると、会社側は将来を嘱望された助監督とスターになりかけていた女優の恋を放ってはおけず、後方の要望が強く反対していたこともあり、山本が破談役となり、恋は不実に終わった。黒沢は助監督生活を送りながら山本の 監督になるにはシナリオをかけという助言に従い、脚本を執筆した。初めてその才能が認められたのが、ダルマジのドイツ人で、山本の推挙で映画雑誌に掲載されることになったが、記者が受け取った原稿。この作品は、ドイツ人建築家、ブルーノ・タウトの表現をもとにして、タウトと、奇遇先の村の人たちとの交流を描き、痛み満作に、 特に視覚的に鮮明の印象を与えることを注目すべきであると評価された。馬以降は実質的に助監督の仕事はしなくなり、脚本執筆に集中した。1942年に執筆した静かなりは情報局国民映画脚本募集で情報局賞を受賞し、雪は日本映画雑誌協会の国策映画脚本募集で1位に入賞した。 監督デビュー、編集1942年、黒沢は監督諸女作に、ダルマ字のドイツ人を企画するが、戦時中のフィルム配給制限により実現しなかった。続けて、森の千和代、美しき暦、サンバギタの花、第三波飛ばなどを企画するが、これらもフィルム配給制限に加え、内務省の事前検閲で却下された。サンバギタの花では、誕生日を祝うシーンが、 検閲官から米英的だと批判され、黒沢は天皇の誕生日を祝う天朝節は米英的な習慣かと反論するも却下された。次に山中ミネタロン原作の敵中横断300里を企画するが、今度は会社が新人監督にはスケールが大きすぎるとして見送った。なかなか諸女作が実現しない黒沢は生活のために脚本を書き続けた。その中には、 清水治監督の青春の気流、山本札夫監督の翼の外科などの繊維公用映画もあり、黒沢は意欲を傾けられるような仕事ではなかったと述べている。一番美しくに主演した矢口陽子。黒沢の監督処女作は姿三四郎となった。1942年9月、黒沢は富田恒夫の同名小説の新刊書広告を 見かけると、広告文だけで映画化を思い立ち、発売されるとすぐに買い求めて一気に読み、プロデューサーの森田信義を説得して映画化権を獲得させた。姿三四郎は、当時の日本映画の中で新鮮味と面白さとを合わせ持った映画的な作品として注目され、その視覚性やアクション描写、卓越した演出技術などが高く評価された。 1943年3月に国民映画賞奨励賞を受賞し、12月には優れた新人監督に贈られる山中貞夫賞を木下圭介と共に受賞するなど、黒沢は新人監督として周囲の期待を集め、東方重役の森岩尾は黒沢さんの監督としての地位はこの処女作一本で確立したと言ってもいいであろうと述べている。 監督第2作の一番美しくの完成後、黒沢は森田の勧めで主演の矢口陽子と結婚し、1945年3月頃に山本夫妻の売借で明治神宮で結婚式を挙げた。この頃の東京は空襲を受けており、同居していた両親たちはすでに秋田に疎開していた。黒沢が住んでいたエビスも空襲で危ないということで、 同じく家族が疎開していた、堀川博道の祖師ヶ谷にある実家に転居した。その翌日に、エビスの家は空襲で消失した。それから数年間は、堀川家で生活し、堀川は家主であるのに、黒沢家に居候していた、同年に黒沢は、諸女作の続編、職、姿、三四郎を完成させ、次に、桶狭間の戦いを描く、どっこい。 この槍の制作に着手したが、馬が調達できなくて中止し、急遽脳の,のアタケと歌舞伎の肝心帳をもとにした虎脳を踏む男たちを監督した。この作品は終戦を挟んで撮影され、終戦直後に GHQ の検閲で封建制助長により非合法作品となり、1952年まで上映禁止にされた。終戦後の5年間、 編集終戦後の最初の仕事は、川口松太郎の依頼で執筆した戯曲、シャベるで、1945年12月に有楽座で、新生審判により上演された。戦後の初監督作は、我が青春に憎いなしであるが、当時の会社は、東方葬儀で、組合が映画制作に強い権限を持つようになり、この作品も組合主導の企画審議会からくすだ、清監督の 命ある限りと内容が類似していると言われ、開校を余儀なくされた。1946年10月には、第二次東方葬儀が発生し、ストに反対した所属スターが、10人の旗の会を率いて退社し、新東方の設立に参加した。スター主義の新東方に対抗するため、黒沢など東方のスタッフたちは、伊豆の旅館に集まり、 組合中心で5本の監督主義作品を企画した。そのうち黒沢は素晴らしき日曜日を監督し、谷口監督の銀霊の果てとオムニバス映画4つの恋の物語第1話初恋の脚本を執筆した。酔いどれ天使のポスター。1948年公開の酔いどれ天使は山本監督の新馬カ時代で使われた闇市の大規模な オープンセットを活用するための企画として作られた。この作品では、銀霊の果てでデビューしたばかりの三船敏郎と初めてコンビを組み、主人公の結核を患う若い役座役に起用した。また、姿三四郎から黒沢作品に出演していた志村隆をアル中医師役で初めて主役に抜擢し、以後は黒沢作品の主役を参戦と志村とで分け合う時期が、 続いた、作曲家の早坂文雄とも初めてコンビを組んでおり、1955年に早坂が亡くなるまで二人は私生活でも親友関係となった。酔いどれ天使は黒沢作品で初めての傑作と目され、キネマ旬報ベスト10で1位に選ばれ、毎日映画コンクールで日本映画大賞を受賞した。同年3月、 東方葬儀で映画制作が十分にできなくなったことから山本谷口成瀬美希をプロデューサーの元木葬二郎と同人組織映画芸術協会を設立したその翌月に第3次東方葬儀が開始すると黒沢は制作現場を守るため組合側に加わり同協会は葬儀集結まで開店休業状態となった黒沢は 組合の立場を代弁する東方の紛争演出家の立場からという文章を発表し8月に東方の監督やプロデューサーによる芸術家グループが会社側を批判する声明文に署名したさらに給料支払いを止められた組合員の資金乾破のため酔いどれ天使を激化して全国各地を巡業しチェーホフの議曲結婚の申し込みも演出した10月19日に 第三次東方葬儀は終結した。葬儀終結後は東方を離れ、映画芸術協会を足場にして、他社で映画制作をすることになった。最初の他社作品は、助監督時代から脚本を執筆した縁子がある、大英での静かなる決闘で、菊田和夫の儀曲、打体イ,イを原作にしている。その次に新東方と映画芸術協会が共同制作した、は、 黒沢が好きだったジョルジュ・シムノンの犯罪小説を意識した作品でピストルを盗まれた新人刑事がローレン刑事と共に犯人を追うという内容だがこれは実際の刑事の話を元にしているこの作品は日本で刑事映画のジャンルを決定づける古典となり芸術財文部大臣賞を受賞するなど公表を受けた国際的名声の獲得 編集1950年、黒沢は、小畜で、秋分を監督後、大英から、再び映画制作を依頼されて、羅生門を監督した。この作品は、橋本忍が、芥川龍之介の短編小説、藪の中を客色したシナリオをもとにしており、武士の殺害事件をめぐり関係者の証言が全部、食い違い、その真相が用としてわからないという内容だった。しかし、 その内容だけでは長編映画として短すぎるため、黒沢が同じ役田川の短編小説、ラ・生門のエピソードなどを付け足して脚本を完成させた。作品はその年度の大英作品で4位の興業成績を収めたが、批評家の評価はあまり芳しいものではなかった。しかし、1951年9月にベネツア国際映画祭で金獅子賞を受賞し、 さらに第24回アカデミー賞で名誉賞を受賞するなど、海外で相次ぐ賞賛を受けた。黒沢は映画祭に出品されたことすら知らず、釣りの会議に妻から連絡を受けたという。ラ・ショモンは、欧米が日本映画に注目するきっかけとなり、日本映画が海外進出する契機にもなった。また、複数の登場人物の視点から一つの物語を描く法は、 同作で映画の物語手法の一つとなり、多くの作品で繰り返し使われることになった。その次に、小畜で監督した白地は、黒沢が学生時代から傾倒するヒョードルドストエフスキーの同名小説が原作で、黒沢にとって長年の夢となる映画化だったが、4時間25分に及ぶ完成作品は会社側の意向で大幅短縮され、激怒した黒沢は、 山本宛の手紙に、こんな切り方をするくらいだったら、フィルムを縦に切ってくれたらいいと訴えた。日本の批評家にはことごとく酷評されたが、ドストエフスキーの本場のソ連では高く評価された。これが、最後の映画芸術協会での他社作品となり、1951年に、東方は葬儀で疲弊していた、制作部門を再建するため、黒沢など映画芸術協会の監督と、 専属契約を結んだ。東方復帰第一作である、生きるはキネマ順法ベスト10の1位に選ばれるなど、高い評価を受け、第4回ベルリン国際映画祭では、ベルリン市政府特別賞を受賞した。黒沢は次に、本物の時代劇を作ろうと、意気込み、橋本と侍の一日を構想するが、資料不足で断念し、盗賊から村を守るために百姓が侍を、 雇うという話をもとにして、7人の侍の脚本を執筆した。撮影は1953年5月に開始したが、制作費と撮影日数は予定より大幅超過し、最終的に撮影日数は約11ヶ月に及び、通常作品の5倍以上に当たる予算を計上した。作品は工業的に大成功したが、公開当時は必ずしも 高評価を受けることはなかった。その後、国内外で映画史上の名作として高く評価されるようになり、2018年にイギリスの BBC が発表した史上最高の外国語映画ベスト100で1位に選ばれた。1955年2月、黒沢はカンヌ国際映画祭の審査員に要請されるも辞退した。生き物の記録の完成後、黒沢は 東方と三本の契約を残していたが、それらを時代劇三部作として企画し、自らのプロデュースで若手監督に作らせようとした。一本目のクモス城は、シェイクスピアのマクベスの本案だが、大作映画になるため黒沢が監督することになった。結局、残る二本も黒沢が監督することで話が進み、二本目に合理キ原作のどん底を監督した。 この間に海外合作のオムニバス映画嫉妬に参加する話があり、脳の鉄輪を題材にしたエピソードを企画するも制作中止となった。1957年10月、黒沢はロンドンのナショナルフィルムシアターの開館式に招待され、初めての海外渡航を行った。10月15日の開館式では映画芸術に貢献した映画人としてジョン・フォード、 ルネクレール、ビットリオデシーカ、ローレンス・オリビエと共に表彰された。その翌日には、第1回ロンドン映画祭の開会式に出席し、クモス城がオープニング上映された。黒沢はフォードを尊敬し、彼の作品から影響を受けたことを公言していたが、ロンドン滞在中にフォードと初めて会い、ギデオンの撮影現場を訪問したり、昼食を共にするなどの交友を持った。 その次に、パリに渡り、シネマテイクフランセーズを訪問したり、ジャンルノワールと夕食を共にしたりして過ごした。黒沢は、この旅行を通して映画が芸術として認知されていることを直に知り、映画人としての自負を持つようになった。黒沢プロダクション設立、編集時代劇三部作の三本目となる、隠し取りでの三悪人は、工業的に大ヒットし、 第9回ベルリン国際映画祭で監督賞と国際映画批評家連盟賞を受賞した。しかし撮影は予定より大幅遅延し、制作費も破格1958年末に黒沢は東方との契約が切れたが、東方は黒沢を社内に抱え込むのは危険としつつも記録的ヒット作を放つ黒沢との関係を完全に断つことも 特策ではないと考えていた。そこで1959年4月1日に黒沢と東方が接班出資して利益配分制による黒沢プロダクションを発足し、東方本社内に事務所を設けた。黒沢は映画制作の自由を手に入れたが、同時に経済的責任を背負うことになり、工業収入にも気を配らなければならなくなった。 1960年7月7日、黒沢は東京オリンピックの公式記録映画の監督依頼を正式に承諾した。準備に向けて同年開催のローマオリンピックを視察し、その公式記録映画、ローマオリンピック1960の撮影に立ち会って入念に調査した。それを参考にして5億円超えとなる予算案を組織委員会に提出したが2億5000万円の 予算案を提示する組織委員会とは折り合いがつかず、1963年3月22日に2億5000万円では理想的な作品は無理だとして監督を辞退した。組織委員会の予佐野州事務総長の強い理由もあり、組織委員会内の記録映画委員会の委員として残留し、その後も予佐野からオファーを受けたが、11月5日に正式に オリンピック公式記録映画を降りた。黒沢プロダクションの第一作、悪い奴ほどよく眠るは、工業的に失敗したが、その次に手掛けた、娯楽時代劇、用人坊とその続編、椿三十郎は、その年度の東宝作品で最高の工業収入を記録する成功を収めた。前者は、ダシール・ハメットの小説、地の収穫が着想のもととなり、 後者は山本周五郎の小説、日日平安を原作としている。どちらの作品も刀の残殺音や、しぶきなどの残酷描写を取り入れ、従来の時代劇映画の形式を覆すリアルな表現を試みた。これが話題を呼び、その影響を受けて残酷描写を入れた時代劇が数多く作られたが、後年に黒沢は非常に悪い影響を与えてしまったと述べている。 その次に監督した天国と地獄はエド・マック・ベインの犯罪小説キングの身代金が原作のサスペンス映画でその年度の工業成績で1位を記録した黒沢プロダクションの設立以後は作品を重ねるごとに工業収入記録を更新したがその分作るたびに制作費も巨額になった赤ひげでは制作期間が2年に及ぶこの作品は 山本周五郎の赤ひげ心療団が原作であるが、一部にドストエフスキーの虐げられた人々を元にしたエピソードを挿入している。黒沢はこの作品を僕の集大成と語り、テレビ放送の普及で日本映画の観客数が減少する中、スタッフたちの能力を最大限に引き出して映画の可能性を存分に追求しようとした。やはりその年度で、 最高の工業収入を記録し、キネマ旬報ベスト10では1位に選出された。しかし、これが参戦とコンビを組んだ最後の作品となった。ハリウッド進出と挫折、編集、赤ひげ公開後、黒沢東宝に対して巨額の借金を抱えていた。黒沢プロダクションは東宝との契約で5本の作品を作り、その配給で4億円前後の高収入を上げていたが、 東方と交わした利益配分制だと黒沢は利益を上げられず芸術的良心に忠実な作品を目指して時間と予算をかけるほど東方に搾取されて損をする仕組みになっていた1966年7月に黒沢は東方との専属契約を解消して完全独立し黒沢プロダクションは東京都港区の東京プリンスホテル4階に 事務所を構えた。この頃の黒沢は日本で権威的とみなされ、それゆえの批判や誹謗中傷を受けることが目立った。孤立心を深めた黒沢は日本映画産業が社用化していたこともあり、より自由な立場で新たな自己表現の段階に挑戦するため、それだけの制作費が負担できる海外に活動の場を求めるようになった。すでに黒沢は欧米からいくつものオファーを受けていた。 1966年6月、黒沢はアメリカのエンバシー・ピクチャーズと共同制作で暴走機関車を監督することを発表した。この企画はライフ誌に掲載されたニューヨーク州北部で機関車が暴走したという実話を元にしており、出演者は全員アメリカ人にすることが決定していた。しかし、英語脚本担当のシドニー・キャロルと意見が合わず、プロデューサーのジョーゼフ・イ・レビーンとも、 制作方針をめぐり食い違いが生じた。例えば、黒沢は70ミリフィルムのカラー映画を想定していたのに対し、アメリカ側はスタンダードサイズのモノクロ映画で作ろうと考えていた。黒沢は130人ものスタッフを編成し、本物の鉄道を使用して撮影する準備をしていたが、アメリカ側との意思疎通に書き、同年11月に黒沢から撮影延期を提案し、 事実上の制作とんざとなった。この企画は1985年にアンドレイ・コンチャロフスキー監督で映画化されたが、内容は大きく改変された。1967年4月、新地湾攻撃が題材の戦争映画、トラトラトラ、鬼十世紀フォックスと共同制作し、黒沢が日本側部分を監督することが発表された。黒沢は、 東映京都撮影所で撮影を始めたが、軍人役に演技経験のない在海人を起用したことや、黒沢の演出方法に馴染めないスタッフとの間に、圧力が生じたことから、スケジュールは大幅に遅れた。黒沢の映画作りの方法とハリウッドの映画作りの、1969年6月24日、三船などが発起人になり、黒沢明よ映画を作れの会が、 赤坂プリンスホテルで開かれ、関係スタッフや淀川長春など黒沢を応援する人たちが集まった。その翌月には、木下圭介、市川昆、小林正樹と共に4期の会を結成し、日本映画の社用化が進む中、若手監督に負けないような映画を作ろうとのろしを挙げた。その第一作として4人の共同脚本、監督でドラータを企画するがとんざした。 結局、黒沢が単独で、ドデスカデンを監督することになり、自宅を担保にして制作費を負担するが、工業的に失敗して、さらなる借金を抱えた。黒沢以外の4期の会の監督は、テレビ番組を手掛けていたが、黒沢もテレビと関係を持つようになり、1971年8月に、名馬の勇士を紹介する、日本テレビのドキュメンタリー番組、馬の歌を監修し、 同局で夏目漱石シリーズ山本周五郎シリーズを監修する計画もあった。同年12月22日早朝、黒沢は自宅風呂場でカミソリで首と手首を切って自殺を図るが命に別条はなかった。海外資本での映画制作、編集1973年3月14日、黒沢はソ連の映画会社モスフィルムと デルス・ーザーラの制作協定に調印した。黒沢がソ連で映画を作るという話は、自殺未遂前の1971年7月、黒沢が第7回モスクワ国際映画祭に出席した時に持ちかけれ、それから本格的な交渉が行われていた。黒沢はソ連側から芸術的創造の自由を保障され、1974年4月から約1年間にわたり、 撮影をしたが、シベリアの過酷な自然条件での撮影は、困難を極めた。作品は、第48回アカデミー賞で、ソ連代表作品として、外国語映画賞を受賞し、黒沢の復活を印象付けた。1977年には再び、ソ連で作ることを画策し、エドガー・アーラン・ポーの短編小説、赤指病の仮面を元にした、 黒騎士の仮面の脚本を執筆したが、映画化は実現しなかった。この頃の黒沢はメディアへの露出が増え、1976年から1979年まで、サントリーリザーブのテレビ CM にも出演した。1978年7月1日、黒沢はイタリアのダビッド・ディ・ドナテッド賞で外国監督賞を受賞し、その副賞であるファーストクラスの航空券を使って、 アメリカに10日間旅行した。黒沢は、ジョージ・ルーカスなどと昼食を共にしたり、フランシス・フォード・コッポラの邸宅を訪ねるなどの交友を持った。アメリカ滞在中、黒沢は、ルーカスと次回作、影武者の資金援助の相談もした。武田信玄の影武者を描く、影武者は、国内の映画会社と資金交渉が難航していたが、 ルーカスの働きかけで20世紀フォックスが世界配給権を引き受ける代わりに出資することが決まり、ルーカスはコッポラを誘って海外配給の共同プロデューサーに就いた。影武者はオーディションで無名俳優や素人を起用したり、主演予定だった勝慎太郎の交番騒動が起きるなど、公開前からマスコミを賑わせた。当時の日本映画で過去最高となる27億円の 配給収入を記録し、第33回カンヌ国際映画祭で、パルムドールを受賞した。影武者の工業的大成功で、黒沢は次回作に乱を作ることにした。同作は、毛利元成の三本の矢の教えに、シェイクスピアのディア王を組み合わせた作品で、1976年に初稿を執筆していたが、資金調達が実現しないままだった。 1981年10月に黒沢は渡米し、ニューヨークで行われたジャパンソサエティ主催の黒沢作品解雇上映会に出席した後、ランの資金についてルーカスとコッポラに相談した。ランはフランスの映画製作者セルジュ・シルベルマンの出資で製作が実現することになったが、1983年3月に フランの海外流出が制限されたため制作延期となった。黒沢は、ランのために招集したスタッフに仕事を与えるため、急遽脳をテーマにしたドキュメンタリー映画、脳の美を企画し、黒沢監修で佐伯清を監督に起用したが、制作費が高額になるため中止した。同年11月1日、神奈川県横浜市緑区に自前の映画スタジオである、 黒沢フィルムスタジオを開設し、同月に、ランは、ヘラルドエースの参加で、制作再開した。ランは、日本映画で、最大規模となる26億円もの制作費が、投じられたが、工業収入は16億円にとどまり巨額の赤字を出した。それでも、国内外で、多くの映画賞を受賞し、1986年3月の、第58回アカデミー賞では4部門に、 ノミネートされ、和田由美が衣装デザイン賞を受賞した。黒沢も監督賞にノミネートされたが、これはシドニー・ルメットが黒沢をノミネートさせるためのキャンペーンを行った結果である。また、黒沢は同賞でジョン・ヒューストンやビリー・ワイルダーと共に作品賞のプレゼンターも務めた。晩年と死去編集鎌倉市の愛用院にある黒沢の墓。 晩年期の作品は家族や指定など身辺に目を向け、自伝的な要素が強くなった。夢は自身が見た夢をもとにしたアンソロジー的作品で、その相話の一つには創生した姉に対する追母が現れている。この作品もやはり国内の映画会社で資金調達ができず、スティーブン・スピルバーグの計らいでワーナー・ブラザースが趣旨と世界配給を引き受けたほか、 ルーカスのイルムが特殊合成に協力し、マーティンスコセッシがゴッホ役で出演するなど、海外の映画人の協力により作られた。その後は、国内資本での映画制作が続き、8月の教師局は、村瀧横の芥川賞作品、鍋の中が原作で、マーダだよでは、内田百をめぐる、指定愛を描いたが、これが、黒沢の最後の監督作品となった。 1993年11月、山本柊五郎の二つの短編小説を元にした、海は見ていたの脚本を執筆し、映画化準備をするも、資金調達がうまくいかず断念した。そこで、同じ山本原作の、雨上がるの脚本に取りかかるが、1995年3月に、上宿である京都の旅館、石原で執筆中に転倒骨折し、 脚本は完成することなく終わり、それ以降は車椅子生活を強いられた。その間の1996年に日本エアシステムの機体 MD-90 のデザインを担当し、1997年にはカルピスのために自筆の絵コンテを CG でアニメーション化したテレビ CM 初恋を制作し、初めての CM 制作でデジタル表現に取り組んだ。 同年12月には三船が死去したが、翌1998年1月24日の本葬には、リハビリのため出席することができず、長男の久男が長寿を代読した。1998年9月6日午後0時45分、東京都世田谷区成城の自宅で、脳卒中により死去した。88歳没。9月13日に黒沢フィルムスタジオでお別れの、 会が開かれ、岡本喜八、塚陽洋子、谷口千吉、中台達也、香川京子、千秋実る、宝光など、約3万5千人が参列した。ルーカス、ルメット、スコセッシ、テオ・アンゲロプロス、アッパスキア・ロスタミなどからは、超電が届いた。海外でも、黒沢の死去は、トップ級のニュースとして報道され、フランスのジャック・シラク大統領も追悼談話を、 発表した。黒沢は無宗教だが、妻が眠る鎌倉市の愛用院に納骨され、営業院天皇告時愛大古寺の改明が贈られた。三船敏郎と志村隆は、黒沢作品の常連俳優であり、酔いどれ天使、野良犬などでは志村が、師匠、三船が、弟子に相当する役を演じた。黒沢作品は、強い人間信頼と人生肯定を特徴とし、 現実社会で困難な状況に追い込まれた主人公がそれを契機にして人間的に再生する姿を描くことが多い。評論家の続木正明は主人公は強い正義感と犠牲的な精神で困難に立ち向かうがそのような人物は現実感に乏しいため黒沢は人間のあるべき姿を願望として描いていると指摘している映画批評家の佐藤忠夫は 黒沢は生きる意味を探求するというテーマを繰り返し描いていると指摘している。終戦後に作られた酔いどれ天使、静かなる決闘野ライヌなどでは主人公は強い正義感や使命感を持って社会役と戦い、たくましく生きる侍的な英雄として描かれており敗戦後の混沌とした社会に対して肯定的に生きることの意義を訴えている。その作風は人生の意味、 社会的献身の意義を問う、生きると赤ひげで頂点に達したとみなされている。黒沢は師匠と弟子の関係をテーマに扱い、人間的に未熟な青二歳が優れた師匠の教えを受けて一人前に成長するという物語を描くことが多い。そのテーマは監督第一作の姿三四郎から描かれており、この作品では青年柔道家の三四郎が 師匠の矢野正五郎の教えを受けながら、心身両面で成長して優れた柔道家になる姿を描いている。その他の師弟関係を描いた例として、野良犬の佐藤刑事と、村上刑事、七人の侍の勘兵衛と、菊池代椿三十郎の三十郎と赤侍たち、赤ひげの進出さだめと、ほほんが挙げられる。1950年代までは、 三船敏郎が弟子に相当する主人公を演じていたが、椿三十郎赤ひげでは三船は未熟なものを指導する側の役。黒沢はその時々で自身が関心を持つ社会問題をテーマに取り上げ、批判的内容の作品を作っている。例えば、秋分ではイエロージャーナリズム生きる。佐藤によると黒沢作品の社会批判の姿勢は、 通常の社会批判映画を作る映画作家が好むような問題の犠牲者に観客の同情を集めたり大衆に連帯を促すという物語の形式を極端に避けておりその代わりに黒沢作品の主人公は大衆を当てにせず個人的な解決方法をとることが多いというまた佐藤は自分だけで解決する主人公の描き方について その独特な生き方は普通の人間には理解しがたいが、そこに日本人の体制順能的傾向に反対する黒沢の主張が込められていると指摘している。監督作品は基本的に全て自分でシナリオを書いているが、大抵の作品には共同執筆者がいた。黒沢は共同執筆をする理由として、僕一人で書いていると大変一面的になる恐れがあると語っている。 共同執筆の方法は、脚本家全員で同じシーンを書き、それを比較して良いところだけを取り入れて決定行にするというものだった。大英制作担当の市川久夫は、谷口と共作の静かなる決闘の共同執筆について、毎日話の段取りをあらかじめ決め、同じシーンを二人が別々に書き、 終わったところで対象し、良い方に統一しながら書き足してゆくといった方法だったと述べている。橋本忍と小国秀夫と共作の生きる七人の侍では、黒沢と橋本が競うように同じシーンを書き、小国がそれを主捨選択して決めるという役割分担で執筆した。橋本は黒沢組の共同脚本とは同一シーンを複数の人間がそれぞれの目で書き、 それらを編集し、混成合唱の質感の脚本を作り上げる。それが黒沢作品の最大の特質なのであると述べている。黒沢は撮影に入る前に、まず被写体を本当にそれらしく作れるかどうかを重視した。リハーサルは他監督の作品よりもたくさん時間をかけ、俳優が役柄や性格をしっかりとつかみ、演技が自然に見えるまで周到に稽古を重ねた。 どん底では、撮影期間が1ヶ月なのに対し、リハーサルにはそれよりも長い40日近くもかけている。また、役の雰囲気を作らせるために、本読みの段階から俳優に衣装をつけさせたり、撮影期間中も俳優同士を役名で呼ばせたり、役で家族を演じる俳優たちを一緒に住まわせたりした。セットも、実在感を追求するためリアルに作られ、巨大なセットが組まれた。 美術監督の村木義郎も、黒沢作品のセットの特徴を、みんな大きなロケセットを一つで円と立てちゃう点と、語っている。画面に映らないような細部も作り込んでおり、羅生門では、門の屋根瓦4000枚の全てに年号が掘られ、赤ひげでは撮影のために焼いた茶碗に茶渋が付けられ、薬棚の引き出しの中にまで漆が塗られた。黒沢は、ある程度はリアリズムを徹底したが、 必ずしも史実通りにすることにとらわれず、視覚的にどう映るかを優先して、大胆にイメージを広げることもあった。用人坊の宿場場は、シネマスコープの画面に合わせて、道幅を広くしており、雲須城の城門も実際の寸法より大きくしている。黒沢の撮影方法は、複数のカメラで、ワンシーンワンショットの長い芝居を同時撮影するという、もので、この手法は、 マルチカム撮影法と呼ばれた。マルチカム撮影法は、7人の侍で、決戦場面など撮り直すことが難しいシーンを、数台のカメラで一度に映すことから始まったもので、自作の生き物の記録から本格的に導入した。黒沢はこの手法を使うと俳優がカメラを意識しなくなり、思いがけず生々しい表情や姿勢を撮ることができ、普通の構図では考えつかないような面白い。 画面効果が得られるとしている。撮影監督の宮川和夫によると、黒沢は芝居が止まるのを嫌ってこの手法を使用したという。大抵のシーンではに3台のカメラを使用したが、赤ひげでは5台のカメラを使って8分に及ぶシーンを長回しで撮影した。編集作業は黒沢自身が言った。黒沢は撮影を素材集めに過ぎないとし、それに、 最終的な生命を与えるのは編集であると考えていたため、他監督の作品のように編集担当に任せることはせず自分で編集機を操作した。マルチカメラ撮影法を採用してからは複数カメラで撮影した同じシーンのフィルムをシンクロナイザーにかけ一番いいショットを選んでつなげるという方法で編集をした。複数カメラで長いシーンを撮影するとスタッフは 映像のイメージがつかみづらくなるため、黒沢は撮影したシーンのラッシュフィルムが仕上がるとすぐに編集してスタッフに見せロケーションにも編集機を携行した。そのため撮影が終了する頃には編集もほとんど済んでしまうことが多かった。黒沢はカメラの動きを観客に意識させないようにした。カメラを勝手に動かすことはなく、俳優が動くきの未カメラを移動させ、 俳優が止まればカメラも停止させた。カメラが対象物によるのも不自然だと考え、ズームレンズは基本的に使わず、その代わりに望遠レンズを多用した。黒沢は野良犬のワンシーンで初めて望遠レンズを使い、7人の侍から複数カメラの一つに採用した。望遠レンズだと画角が狭くなり、被写体の遠近感が失われて縦に迫るように見えるため、 迫力ある画面を生んだ。また、望遠レンズを使うとカメラ位置が遠ざかり、その分俳優がカメラを意識しなくなり、自然な表情が撮れるため、黒沢はクローズアップも望遠レンズで撮影した。黒沢は画面に映るものは全て重要だと考え、一つの画面に人やものがたくさん詰まっているような画面構図を好んだ。そのため、パンフォーカスを使用して被写体を 画面の手前から奥に立体的に配置し奥行きのある縦の構図にすることが多い。パンフォーカスはレンズの焦点深度を深く絞り画面内の被写体全部に焦点を合わせる技法である。黒沢は我が青春に悔いなしでパンフォーカスを試みようとしたが配線直後の電力不足で諦めており生きるから存分に活用した。 パンフォーカスでレンズを深く絞ると光量が減るため、大量の強いライトを使わなければならず、黒沢が撮影すると、スタジオが電力不足になり、他の仕事ができなくなったという逸話がある。場面転換にはワイプを使用した。ワイプは画面を片側から拭き取るように消して、次の画面を表示する技法である。サイレント映画でよく使われたが、1950年代頃には、 映画ではほとんど使われなくなり、アメリカではテレビシリーズで採用された。黒沢はワイプをフェードやディゾルブなどの代わりに使用したが、これらの技法を全く使用しなかったわけではなく、フェードは柔らかな印象を与える時だけ使い、ディゾルブはかなりの時間経過を示すために用いた。ワイプの主な使用例は、生きるで市役所に陳情に来た主婦がたらい回しにされるシーンで、 責任回避する各部署の職員を被写体にしたパブショットがワイプで重ねられている。1940年代から1950年代の作品ではアキシャルカットという技法を使用した。アキシャルカットはディゾルブやトラッキングショットを使用せずに角度を変えないジャンプカットで焦点距離を変化させる技法で突然被写体が近づいたり離れたりする印象を与えた。 映画批評家のデビッド・ボードウェルは、黒沢はアキシャルカットを頻繁に使用して、瞬間的な動作を強調したり、静止した瞬間の時間を伸ばしたりしていると指摘している。姿三四郎では、村井半助が柔道の試合で投げ飛ばされたシーンや、三四郎と左右が階段を降りながら会話するシーンなどで、アキシャルカットが使用されている。映画批評家のドナルド・リチーは、 黒沢の色彩表現はイメージの役割に合わせて色を決め色彩そのものに意味を持たせるというものであるとしている。ドデスカデンでは内容に即してセットや地面を赤や秋の原色で染めて奔放に色を使用している。影武者以降は鮮やかな色彩で細部まで描き込んだ絵コンテを用意するようになり、その絵コンテ自体が芸術作品として成立することから、 作品発表のたびに画集が出版された。黒沢はカラー映画には慎重な態度をとり、赤ひげまでの全作品はモノクロで撮影した。ただし、天国と地獄のワンシーンでは煙突の煙に着色してパートカラーにする試みをしている。黒沢はカラーに踏み切らなかった理由について映画の色彩が絵画的な色彩とはほど遠く。 自分の考える色彩を表現することができないからだとしている。照明日誌の石井長四郎と森博光は黒沢が重視するパンフォーカス撮影はカラー映画では難しく、そのためにカラーに踏み切らなかったとしている。黒沢初の全編カラー映画はどですかでンで、以後の作品はすべてカラーで撮影した。黒沢作品の画面サイズはどん底までは スタンダードサイズだったが、黒沢は画面が狭すぎる、スタンダードサイズに不満があり、各一人での3悪人以降はシネマスコープを採用した。黒沢は同作について、最初のシネスコサイズで大きな画面に色々入るので、面白くて思う存分取ったと述べている。デルス・ーザーラでは初めて70ミリフィルムを使用したが、影武者以降の作品は全てビスタサイズで撮影した。 撮影監督の斉藤隆夫によると、黒沢は画面全体を埋めなければ気が済まない人で、シネマスコープの広い画面を埋めるのが大変になったことから、ビスタサイズに変更したという。8本の黒沢映画で作曲を担当した、早坂文雄。黒沢は映画音楽でわざと映像と音楽の調和を崩す、音と映像の対応法を好んで使用した。スクリプターの野下見ては、 映画音楽は足し算ではなく、掛け算でなければならないのが、黒沢の持論だったとしている。黒沢とコンビを組んだ、早坂文優は、黒沢の映画音楽に対する考え方は、画面と結合することによって、ある連想作用によって、そこに何かが喚起され、その音楽自体に別な意味が付与されてくるようなもので、なくてはならないものだったとしている。 対砲を使用するときは、音源をその画面に登場する規制のレコード曲や、ラジオから流れる音楽、背景の歌声などの現実音にする場合が多かった。対砲の代表的な使用例は、酔いどれ天使と野良犬で、前者では主人公が闇市を歩くシーンで、格好悪つを流し、後者では佐藤刑事が犯人に撃たれるシーンで、ラパロマ。 村上刑事が犯人と対峙するシーンで、クーラウのソナチネのピアノ曲を流している。黒沢は映画音楽を作曲家任せにせず、作曲家に自分の欲しいイメージを伝え、それに強くこだわった。普段からよく音楽を聴いていた黒沢は、イメージを伝えるために規制曲を示し、それに似た音楽にするよう指示することが多かった。ラショモンでは、ラベルのオレロ、 赤髭では、ブラームスの公共曲第1番やハイドンの公共曲第94番、ランでは、マーラーの大地の歌に似た曲が作られている。赤髭以降は、ラッシュ時に自分が選んだ名曲をつけるようになり、その曲に合わせて編集することもあった。そのため注文の厳しいクロサーと作曲家との圧力も多く、影武者では、佐藤勝が降板し、ランでは、 竹光徹とダビングをめぐり対立することもあった。雲須城のオープンセットに集まった黒沢組の面々。左から一人置いて、矢野口文雄岸田久一郎、野長瀬佐町斉藤隆夫、三船敏郎、千秋実志村隆斉藤輝よ、村木義郎、黒沢、根津弘中井朝一本木荘次郎。黒沢は、 長年東方に所属していたこともあり、同じスタッフやキャストと仕事をすることが多く、彼らは黒沢組と呼ばれた。黒沢組の主な人物と参加作品数は以下の通りである。黒沢は助監督時代から演出や脚本の力量が認められ、監督初属作でいきなり大きな注目と賞賛を受けた数少ない監督だった。多くの監督作品が高評価を受けており、 戦後のキネマ旬報ベスト10では25作品が10位以内に選出された。批評家からは視覚的演出力、劇的で緻密な脚本構成、絵画的造形力などが高く評価される反面、強い娯楽性や独自の倫理観には賛否が分かれることもあった。1960年代の政治運動の激しい時代には若い世代によりハンクロサワロンも書かれたが、 それらの多くは黒沢作品における武士道的ストイシズム、反庶民的ヒロイズム、拡張性的権威主義に反発している。作品が西洋的であることから日本人離れしているとみなされることもあり、海外では最も西洋的な日本人監督と考えられているが、フランスの映画研究家サッシャ・エズラッティは彼はそのインスピレーションをその生まれた国の土の中と同様に 国境の外から燃えるという非常に大きな教養を持った男である。黒沢はその国民的な性格を完全に保ちながら日本映画に世界性を持たせたという功績を持っていると評価している。評論家のただみ太郎は黒沢明はおそらく日本映画史上初めての映画芸術の中に個人を持ち込もうとした作家と高く評価している。続きや映画批評家の岩崎明は 黒沢を観念的作家と評価した。哲学者の梅原武史は黒沢を愛の作家であるとし、黒沢明はどのような文学者よりも人間愛に富んでいるようだ。彼の作中人物は戦後のいかなる文学者の作品より生き生きとした愛の行為の実践者であると評している。増村康三は黒沢の画面作りを高く評価し、その絵画性は 表現主義のフリッツラングの作画力に近いとしている。一方、映画批評家の伊田ココミは、黒沢の絵画性について、黒沢人物を素描する代わりに色彩を駆使し、多彩な色彩の中にモチーフを展開していくタイプである。そして、その画法も、清水博士のごとき水彩のタッチではなく、あくまで人の目を射るごとき油彩であると表し、その印象を、フォービスムの絵画と重ねた。 ポーランドにあるイングマール・ベルイマンの共造。黒沢はベルイマンを称賛し、彼の70歳の誕生日に手紙を書いた。国内外の多くの映画監督が黒沢の影響を受け、その作品を称賛している。黒沢と同時期に活躍したイングマール・ベルイマンは、自作の諸女の泉を黒沢の観光気分の浅ましい模倣と述べている。フェデリコ・フェリーには黒沢作品を見ることは、 アリオストを読むようなものだと称賛している。サタジットレイは、ラショモンの光の使い方に影響を受けたことを明らかにしている。アンドレー・タルコフスキーは、好きな作品の一本に、七人の侍を挙げている。ベルナルド・ベルトルッチとベルナー・ヘルツォークも、影響を受けた、監督の一人として、黒沢の名を挙げている。スタンリー・キューブリックのアシスタントを務めた、アンソニー・フルーウィンによると、 キューブリックは黒沢を偉大な映画監督の一人と考え、高く評価していたという。黒沢もキューブリックを称賛しており、1990年代後半にキューブリック宛てにファンレターを送ったが、それに感激したキューブリックは返信の内容に悩み、数ヶ月もかけて返事を書き直すも、その間に黒沢が亡くなってしまい、ひどく動揺したというエピソードがある。 1970年代以降のハリウッド映画で活躍したコッポラ、ルーカス、スピルバーグ、スコセッシ、ジョン・ミリアスなどは黒沢を尊敬する使と仰ぎ、それぞれの作品も黒沢から強い影響を受けている。コッポラは私たちは黒沢監督の芸術的な息子と言っていい、存在と語り、黒沢をノーベル文学賞に推薦しようとしたことがある。コッポラの監督作、 ゴッドファーザーの冒頭の結婚式のシーンは悪い奴ほどよく眠るの影響を受けている。スピルバーグは黒沢を現代の映画界におけるシェイクスピアと表し、映画制作者。また、アレクサンダー・ペインは黒沢のファンで7人の侍、赤ひげを好きな映画に挙げている。アレハンドロ・ゴンザレス・イニャリトゥは19歳の時に見た生きるに衝撃を受けたことを明かし、黒沢を 映画のストーリーの構成を変えようとした天才のうちの一人と高く評価した。ウェイス・アンダーソンはアニメーション映画犬が島で黒沢の影響を受けていることを明言している。その他、サムペ・キンパー、アーサー・ペン、リドリー・スコット、ジョージ・ミラー、ジョン・ウー、チャン・イーモー、ミーケ・タカシ、塚本シニアなどが黒沢の影響を受けている。これまでに黒沢作品は 国内外で何度もリメイクされている。ハリウッド映画では、ジョン・スター・ジェス監督の、荒野の七人が、七人の侍、マーティン・ディット監督の、暴行が、羅モ門を公式にリメイクし、それぞれ舞台を西部劇に移し替えている。セルジオレオーネ監督のマカロニウエスタン、荒野の用人棒は、用人棒を非公式でリメイクした作品で、黒沢は、東宝と共に著作権侵害で告訴し、 和解に応じた制作者側から日本などの配給権と世界興行収入の15%を受け取っている。内川誠一郎監督の姿三四郎は黒沢プロダクションが姿三四郎、職姿三四郎を合わせてリメイクした作品で黒沢自身がプロデューサーを務めた。スターウォーズシリーズは黒沢作品から部分的な影響を受けている。 ルーカスによるシリーズ1作目、スター・ウォーズ・エピソード4、新たなる希望のストーリーのアイデアは、隠し取での三悪人を元にしており、黒沢作品で特徴的なワイプによる場面転換も採用している。C-3PO と R2D2 は、隠し取での三悪人の登場人物である百姓の太平とまた七がモデルであることをルーカス自身が認めている。 シリーズ7作目のスター・ウォーズ・フォースの覚醒では JJ ・ J. J. エイブラムス監督が真の構図とキャラクターの立ち位置を天国と地獄を参考にしたことを明らかにしシリーズ8作目のスター・ウォーズ・最後のジェダイではライアン・ジョンソン監督が脚本に羅生門などの影響を受けたことを明らかにしている2020年発売のプレイステーション4用ゲームソフトゴースト・ブツシマは 黒沢の時代劇映画から強い影響を受けており、黒沢に敬意を込めてゲーム画面をモノクロで表示し、1950年代の黒沢作品の質感を再現した黒沢モードという機能を搭載している。同作の開発者の一人であるジェイソン・コーネルは黒沢作品の演出とカメラワークを大いに参考にし、風を使用した演出も黒沢作品で風が 効果的に使われていることに触発されたと語っている。没後、数本の未映像化脚本が映画化された。雨上がるは、黒沢の助監督を務めた小泉隆が脚本を完成させ、2000年に映画化作品を公開した。同年に4期の回で企画したドラヘータが市川根監督で映画化され、2004年には海を見ていたが熊井慶監督で映画化された。また、 2017年3月に中国の映画会社である花吉美兄弟が黒騎士の仮面の映画化を発表し、同年後、黒沢の名を冠した賞や施設も作られた。1986年にサンフランシスコ国際映画祭に黒沢明賞が制定され、黒沢自身が第一回受賞者となり、2002年まで授与された。2004年には東京国際映画祭に、 黒沢明賞が設けられた。同賞は日本文化の再創造への象徴となり、広く世界の映画文化の発展に貢献することを目的に設立され、2008年まで授与された。2010年、カリフォルニア州のアナハイム大学に映画学校黒沢明スクールオブフィルムが開校し、美術学習志望が取得できるオンライン教育プログラムを提供している。 1998年に佐賀県伊万里市で黒沢明記念館を建設する計画がスタートし、1999年7月2日に伊万里市の商業施設に仮施設となる黒沢明記念館サテライトスタジオが開館した。記念館は黒沢明文化振興財団が寄付金を募って建設する予定だったが、2010年1月に寄付金の約3億8000万円が 財団の決算書類の流動資産に記載されていないことが発覚した。翌月、黒沢明文化振興財団の黒沢久夫らは、資金の大半は仮施設の運営などで使い果たしてしまったと陳謝したが、実際は、資金の指摘利用によるもので、不正利用した、費用全額は久夫が払うという方向で決定した。その後、財団側が、 多額の資金を集めて記念館を作ることが現実的でないとした上で、サテライトスタジオを本記念館にリニューアルしたいとの意向を示し、記念館建設を事実上断念することを決めたが、2011年3月6日にサテライトスタジオも閉館した。2009年5月、黒沢プロダクションと龍谷大学の共同プロジェクトで黒沢デジタルアーカイブを開設し、 未公開の創作ノートやメモ、絵コンテ、台本、撮影時の写真などの資料がインターネット上で一般公開された。サングラスは黒沢のトレードマークである。黒沢は強い照明を使う撮影で目を悪くしていたが、尊敬するジョン・フォードも同じく目を痛めており、フォードと会った時に彼から目を大事にしろと忠告されたのがきっかけで、 用心棒からサングラスを着用するようになった。黒沢はフォードを真似て、サングラスだけでなく、椿三十郎から、ハンチング棒もこうむるようになった。それまでは、ピケ棒を愛用し、デルス・ーザーラ以後は、キャプテン棒をかぶった。青年時代に画家を志していた黒沢は、ポール・セザンヌや、フィンセント・ファン・ゴッホなど後期印象派の画家が好きだったが、 富岡鉄斎や前田清村などの日本画家も好きだと発言していた。前田からはカブトの絵をもらい、その絵を大事にしていたが、黒沢家の家計が逼迫した時に売却したという。映画界に入ってからは、映画のため以外で絵を描くことはなかったが、晩年は水彩や炭で仏画を描くようになり、それらの絵に押す、天国の制作にも熱中した。また、黒沢は、 自分で絵を描いたクリスマスカードを手作りし国内外の知人に送っていた。野上によると黒沢は時間があれば絵を描き机の上に絵を描く道具を置いておくとサインペンでも絵の具でも手当たり次第使って子供のように黙って絵を描いていたという。私生活の黒沢はグルメで知られ特に肉料理を好んだ。小泉隆によると黒沢は 晩年になっても食欲は落ちず、ステーキなどを頬張っていたという。黒沢家の食卓の代表的な料理は牛肉料理で、黒沢家に行けば美味しい牛肉が食べられると海外の映画関係者にまで知れ渡っていた。そのため牛肉代だけで食費が高くつき、1ヶ月の牛肉代が100万円を突破することもあり、税務署に疑われるという出来事もあったという。黒沢は 食事に対するこだわりが強く、スタッフの食事にまでうるさく、夏には撮影現場に、かき氷の屋台を用意したこともあった。黒沢は、主号としても知られ、ジョニー・ウォーカーやホワイトホースなどのウイスキーを愛飲していたという。黒沢は寂しがり屋の話好きで、気の合う人とは、話が尽きないような人物だった。お酒もみんなと一緒に賑やかに飲むのが好きで、地方ロケでは、 毎日のように夜は宴会となり、俳優やスタッフたちと車座になり、一緒に夕食をしながら飲むことが多かった。酔いが進むと、黒沢はスタッフたちに臨床をさせ、黒沢が指揮者になりみんなを何組かに分けて歌わせたという。黒沢組の常連俳優である土屋義雄によると、黒沢は臨床がうまくいかないと、ダメ出しをし、まるで撮影の時と同じようになったと述べている。 1976年に文化勲章の受賞を打診された際には周囲に受けるべきかを相談。最終的には政治が映画に関心を持ってくれるならという理由で受賞している。受賞の際のインタビューでは日本映画の後輩に言及、次々と名監督が亡くなる中でポルノと暴力者しか残らない。残った私は責任を感じるとしいて日本映画界をめぐる。 危機感について語っている。黒沢が自作と認めた、監督作品は30本あり、そのすべてで脚本を執筆した。院はプロデューサーを兼任した作品。体系、黒沢明別館の解説、黒沢明の脚本による。突起がない限りは、体系、黒沢明第4巻と、黒沢明中世の年表による。以下は、 作詞作品フランスのカンヌにある黒沢のセメントの手形。黒沢は国内外で多数の映画賞を受賞しており、作品はアカデミー賞、世界三大映画祭のカンヌ国際映画祭、ベネツヤア国際映画祭、ベルリン国際映画祭のすべてで受賞経験がある。また、1976年に映画人として初めて文化功労者に検証され、 1985年に同じく映画人初となる文化勲章を受賞した。1990年には第62回アカデミー賞で名誉賞を受賞した。受賞式のプレゼンターはスピルバーグ・トルーカスが務め、黒沢は受賞スピーチで、私はまだ映画がよくわかっていないと語った。没後の1998年10月、 数々の普及の名作によって国民に深い感動を与えるとともに世界の映画史に輝かしい足跡を残した功績により映画監督発となる国民栄誉賞が贈られた。英国映画協会のサイトサウンド誌が10年ごとに発表した映画監督のランキングでは1982年に評価投票で5位、1992年に監督投票で3位、 2002年に批評家投票で6位、監督投票で3位に選ばれた。また、1996年にエンターテインメントウィークリー氏が発表した50人の偉大な映画監督リストで6位。2002年にムービーメーカー氏が発表した史上最も影響力のある映画監督25人のリストで12位。2007年にトータルフィルム氏が発表した100人の偉大な 映画監督で11位にランクした。以下の表は、黒沢の主な映画賞の受賞とノミネートのリストである。このリストには、黒沢個人が受賞した賞だけではなく、黒沢が直接受賞したがどうかに関わらず、作品自体に与えられた作品賞、著書、対談集、画集、創作ノート。ありがとうございます。